とにかくラグビーが楽しくてやってみようと。でやってるうちに上手くなりたいとか強くなりたいとか、負けたらつまんないじゃないですか、やっぱり悔しいし。うまくいかなくてもいいんですよね、別に。壁があっても挑戦し続けてれば必ず、乗り越えることはできるし、より多くの人に見てもらって楽しんでもらって、より車椅子ラグビーを大きくしていきたい、それが自分の夢になりますよね。